こんにちは、インストラクターの秋と申します。ハタヨガを行っていきます。ハタヨガはヨガで最もベーシックな動きをするヨガになります。ヨガはポーズを完成させるよりもまず深い呼吸を意識して行っていきます。第1回目の今日はその呼吸法と瞑想法の練習をしていきたいと思います。それでは瞑想法と呼吸法を続けて行っていきますので、スッカーサナ安楽座の姿勢を作っていきます。まずは長座の姿勢になっていきます。吸いながら両膝を曲げ吐いて外側にパターンと倒し、できるだけかかとをご自身の方に寄せていきます。寄せると膝が痛い方は前に出して緩めて行っていきましょう。余裕のある方はかかととかかとが体の中心に来るようにセットし、お尻の余分なお肉を外にかき出して、お尻の2つある骨、座骨という骨でマットを捉えていきます。座骨が安定した方は骨盤を正面に向けて左右の高さを揃えていきます。骨盤が立ちにくい方はお尻の下にブロックを入れて骨盤を立たせていきましょう。骨盤が正面に向いた方は吸う息で背筋まっすぐ伸ばし胸を開き、吐く息で肩の力を抜いて両手は膝の上にセット。精神を安定させたい方は下向き、エネルギーを取り入れたい方は上向きにセットし、余裕のある方は親指と人差し指で輪っかを作り、あとの3本の指をまっすぐ伸ばしてチームドラーを作っていきます。お顔は体の真ん中、軽く顎を引いて、慣れている方はゆっくりと目を閉じていきます。まずは呼吸をコントロールしなくて結構です。ご自身の自然な呼吸を感じていきます。今している呼吸が深いのか浅いのか、外側に向いてた意識を内側に向けて自分自身と向き合っていきます。それではここから呼吸をコントロールしていきます。吸う息ではポジティブなエネルギーと一つになることをイメージ、吐く息では迷いや不安をすべて出し切る。吐き切ったら息を止めて、なりたい自分をイメージしていきます。それでは胸の前で合掌し、親指を胸骨に添えて、胸にある愛を司るチャクラ、アナハタチャクラに意識を傾けていきます。それでは一度今している呼吸を口からすべて吐き出していきます。次の吸う息で鼻から吸って、5秒間かけて吸い切ります。鼻から吐いて5秒間かけて吐き切ります。息を吐き切ったら息を止め、クンバカ、なりたい自分をイメージしていきます。繰り返します。鼻から吸ってポジティブなエネルギーと一つになることをイメージ、鼻から吐いて迷いや不安をすべて出し切る。吐き切ったら息を止めて、なりたい自分をイメージしていきます。ご自身のペースであと数回行っていきます。それでは次の吸う息が来たら元の自然な呼吸に戻していきます。手を解放し、両手を膝の上に添えて、上向き下向きどちらでも結構です。ここから呼吸法に移っていきますので、
一度今している呼吸を口からすべて吐き出していきます。次の吸い息で鼻から吸って、お腹ぽっこり膨らましていき、鼻から吐いて、お腹を背中の方までへこましていきます。鼻から吸って、お腹、胸の順番に空気を送り込んでいき、鼻から吐いて、胸、お腹の順番に空気を吐き出していきます。鼻から吸って、お腹、胸、鎖骨の順番に空気を送り込んでいき、鼻から吐いて、鎖骨、胸、お腹の順番に空気を吐き出していきます。鼻から吸って、お腹、胸、鎖骨、今度は背中の方まで空気を送り込んでいき、鼻から吐いて、その空気細く長く丁寧に吐き出していきます。ご自身のペースであと数回行っていきます。ダーガプラーナヤーマ完全呼吸法、吸い息と吐く息、呼吸をつなげて円を描くようなイメージ、優しく呼吸を繰り返していきます。呼吸法を行っていると背骨が反れたり丸まったりしやすいので、座骨は大地に根付かせ、頭頂は一本の糸で引っ張られているようなイメージ、背骨をまっすぐにし、呼吸の通り道を作っていきます。はい、それでは次の吸い息が来たら元の自然な呼吸に戻していきます。吐く息で背骨を丸めてリラックス。呼吸法と瞑想法を行う前と後の心や体の違い感じていきましょう。それでは瞬きをしながら目にゆっくりと光を取り入れて、足を前に出して膝を上下にパタパタ動かしてリリースしていきます。